今回は嘆きの亡霊は引退したい第2話の反応集&感想どうぞ。開幕いきなり6年前、先っちょだけ、先っちょだけ入ろう。男女三三パーティーか。6年前も暗いは暗い。むう、かわいい。褐色ピンク髪ヒロインは貴重。ファイルーズさん、今期何本出てるんだマジで。頼もう、登場破り。ものすごく見たことある入り口の入り方。なんでいきなり喧嘩売る。最強多くない。みんな世界最強を自称する。幼なじみがめっちゃイキってるやん。ピンク髪ちゃんのおへそに目がいっちゃう。真の強者だの、真の仲間だの。バカ扱いはそのまま流してくれる受付嬢さん。無謀と思われる少年少女相手でも真っ当に相手してくれる。話を聞いてくれるのいい人っぽい。ゆっくり考えてね。シンボルも登録するんだ。パーティー名は入力のしやすさを考慮しましょう。それでパーティー名が嘆きの亡霊になったのか。さりげないタイトル回収。兄さん、クライさんの妹ちゃん。この子妹だったの。反社会的パーティー言うな。適当に決めたパーティー名だったのか。強さを感じさせない名前で出てきたのか。はあ、クソデカため息。これはリーダー失格だな。お、周りの熱い手のひら返しよ。よく考えたら格好いいな。無理がある。なんだこいつら、困惑。リーダー失格発言が仲間に聞く。なんでこいつらこんなに暗いをリーダーに従ってんだよ。どんだけみんな暗いさん好きなんだ。ストレンジブリーフはこうして生まれたのであった。いつもの工場来た。時は今大航海時代、ワンピースかな。いつもの杉田ナレーション。杉田構え工場を読むアニメは名作。A メロ本編、 B メロ過ぎたテンプレナレーションな構成すごいな。毎回こんなシームレスオープニングやるん。オープニング途中にサブタイ入るアニメ。この導入癖になるな。表現の魔術師が世界を滑るの監督来た。オープニングとエンディングの入り方独特でいいねこのアニメ。おしゃれな導入だけどオープニング半分しか聞けないな。サブタイから流れるように提供が入る構成。オープニングにサブタイも提供も入れちゃうぜ。勘違いファンタジーで12巻まで出せるのなかなかすごいな。そして現在へ。太ももいいぞ。確か即席でパーティー作って討伐しに行くんだったな。千変万化ってしどないかよ。完璧で究極のマスター。ティノちゃんかわいい。僕もティノちゃんに罵倒されたいよ。ティノの可愛いさを知らない人たちは人生9割損してる。残りの1割は許されたのか。口だけのやつは一番嫌いです。ぐさり。いつも一歩引いて見てるから戦況全体を見渡して指揮を取るリーダーとしては最適のような気も。幼なじみが言いふらしてた。帝都最強、帝都最強。お前も帝都最強と言いなさい。むう、ナティノさんかわいい。このおじさん止めてくれるの親切だな。口先だけの人は目の前にいるんだよな。俺だってレベル4だ。わいみわからん。なんでレベル4と8が対等だと思ってんだ。やる気ないやつはいらないぞ。そりゃあんだけブーブー言って略尾にするわ。鼻に手を突っ込むな。一体どこを基準に争ってんだこいつ。メスの顔しやがって。何さらっと撫でてんねん。ティノちゃんあざとかわいい。自然な流れでデュエル。なってやる。してくださいの間違いだろ。こいつ何様なんだよ。いらないっつってんのに。ティノちゃんの太ももへ。今週もムチムチだね。太ももにこだわりを感じる。下からアングルいいぞ。どんな体位でもいける。き、いでもいいんですか。戦う流れがなんでセクシーポーズサービスになってんだよ。ドスケベアングルもいいところだよ。サービスアングル多くて助かりすぎる。ティノちゃんの太ももドア不定期的に来るの素晴らしいですね。クライさんのやる気のなさえぐいな。シーフなら命も取れるよな。イシュラ並みの感想。武器は使わないってか。あ、こいつバカだ。お前も素手で行くのか。ソードマンがソード捨てるなんて愚かの極み。ソードマンがソードを捨てたらただのマンだよ。ティノ可愛すぎる。マスターとアイス、意味深。アイスならいくつでも買ってあげよう。おしゃべりなケツだな。ケツアングルが多いわね。徹底的に太ももを映してくれるフェチアニメであることだな。やったー。
脇、この萌え七変化だよ。キノちゃんかわいすぎやろ。フェイントからの蹴り、その体勢から左のかかとが来るとか。アクションも悪くないね。まだだ、まだ終わらんよ。おお、太ももで締められたい。これはご褒美です。ありがとうございます。新たな性癖の扉開いちゃうのでは。なんかおかしな要求が増えてきたな。さらっとカツアゲしてる。とどめの一撃、恐ろしく早い人。俺じゃなきゃ見逃し。気の体術も強いね。これじゃあ剣持ってても結果同じだったのでは。なんかモロフェイヤ君が階層に入った。地元じゃな負けなしなやつだったか。階層入るタイプのキャラだったか。お前の階層は別に。田舎の喧嘩自慢ではここまでか。ゴブリンとかにやっけなくやられるより何倍もマシやぞ。ティノさんの太ももの太さがいい。太ももが気になって話が頭に入らないんですが。この木に及んで剣を使わないのはさすがにくだらない。言われるわ。同じ胸部、一部反対の胸部。嘘は言ってないな。見捨ててくれなかったのいいことじゃないか。相変わらずわざとやってんのかってぐらいの言葉選び。また勘違いする人が増えたよ。熱い。すっごい燃えてる。アイテムの使い方だけは一流ですからね。めっちゃ CM との接続スムーズ。そのままは術師の炎につなげるやつがあるかばか。ここでは術師の CM は草。まさかこんな綺麗に CM 入るとは誰も思わんかっただろうな。これだから人類は。緑の光の何かわからないエネルギーってゲッターせんかな。毛皮の乱獲でモンスターって絶滅するんだ。マジかよ、日本オオカミ最低だな。魔物なのに乱獲で絶滅ってせちがらい。怨念が怨念。完全に人間のせいじゃん。有能な秘書さん。お姉さんから事前に情報を得ていたのね。ギルベルト少年が知識がない側だったか。なんだこの魚眼アングル。宝具オタクなんだなこいつ。白神血アングル。今度はお姉さんのお尻ドアップで攻めてきたぞ。アングルにこだわりを感じるアニメ。昨日だけかと思ってたけど、このアニメ胸と下半身アニメだったのか。これくらいレイアウトで遊んでくれた方がアニメは楽しいよね。メガネ姉さんは位の本性を知ってて従ってるのか。不労収入なんてめちゃくちゃいいじゃないっすか。戦いたくないでござる。しながら借金してるの強者すぎ。チャージ完了。イレギュラーが発生している。ファントムが強くなってる。まずくね。いやいや危ないんじゃ。話がどんどん深刻になってきてますね。もしかしてあいつらやばい状況になっちゃうのでは。なんという前振りだ。おい、全然読んでねえのかよ。それくらい読んどけよ。契約書読んでなかったは通用しませんよ。レベル5です。レベル5パーティーが行方不明になってるんか。その謎光演出はなんだ。今になってクソヤバクエストだと気づいたか。これ絶対クライが出るしかない展開だ。あの剣もチャージしてないのかよ。宝具にはチャージが必要なんだ。宝具はちゃんと NP チャージしないと。 FGO の悪条件重なりすぎ。そしてみんな勘違い連鎖に入る。いや、ただ適当に組ませただけよ。ティノ以外が明らかに即席メンバーなのは誰が見てもわかるだろ。何もかも裏読みしてくれる人たちだ。やっぱり周りが勝手に勘違いしていくスタイルか。遺書書いて出発してたのか。ははーん、登場人物全員デミウルゴスだな。全てを把握してる。してない。キノちゃん思い込み激しいな。だいぶ主人を買いかぶってるな。クソ、いちいちスケベな太ももアップを持ってきやがって。即落ち2コマ。適当に振りました。ゲ、吐いて済むなら好きなだけ吐いてろ。それはさすがにないだろう。大正解でした。誤解に誤解が積み重なってく。マスターはいつもこんな感じで勘違いされてきたのか。なんだよその無駄に凝った本棚裏ギミックは。ただのは狼のはずだった。でもただのの狼じゃねえぞ。勝手にティノが全部持ち上げてくれるから位の評価がどんどん上がってく。何その隠し通路。慌てた青だぬきみたいになってきた。パニクったドラえもんみたいなガラクタシーン。夜逃げみたいになってるが、まるでこれから泥棒しに行きそうな格好ですね。側近まで勘違いしてて草。エヴァさんは位の本質わかってるのかな。ムーンストリースライムだね。ナローペイにおいてスライムは危険。
法に触れそうな宝具持ってくんですか。散歩にしては多すぎだろ。アイテムありったけ持っていく、あるあるだよな。なんだかんだ助けには行くんだな。ええ、荷物は置いてった。宝具大量に詰め込んだ荷物忘れてね。仮面環境来た。突然シャドウ様みたいになったぞ。影の実力者になってきたな。あれいな、この宝具は一人用なんだ。これ散歩というより夜逃げじゃねえか。人間ミサイル事件とは。そこに字幕出るんだ、困惑。夜空に文字浮かべるな。いい声でエコーをつけて言うな。なんで文字残ってるの。実際に空中で出てるのか。この文字、これが真実の文字ネタなんだと涙を流している。空飛べる宝具いいな。ノールさん、白目向いちゃう。ブレーキついてないのかよ。間に合うのか、というかちゃんと着地できるのか。エンディングの入り方もスムーズ。一番最初にエンディング主題歌のクレジットが出てくるアニメを初めて見た。エンディングまでドスケベな尻が歩いてやがる。ピノキオピーのピコピコ感ある曲かわいいな。無事みんな帰ってきて、ティノちゃんとアイス食べてくれの気持ちになるエンディング。エンディングにティノ一人しか出てこないって構成も珍しい。シームレスでラップ予告来た。予告を歌に乗せるアニメは頭おかしい。ラップで次回予告するアニメは名作。もしかしてこのアニメの主役はティノちゃんなのでは。見れば見るほど癖になってくるアニメだ。やっぱノリがギャグだと面白いな。やっぱりちょっとこのアニメの監督は表現の時といい、ただものの監督じゃないと思うんだ。この監督のアニメに松岡くん参加してほしい。なんかいい役当ててほしい。動き頑張るところと頑張らないところと、アングルにこだわってるところの割り切りがすごいな。主人公クズやな。自分で行くだけまだマシだけど。だよね、ここで行かなかったらガチクズだったからな。こいつ弱いのになぜミナリーダーとして慕ってるの。それになんで宝具をたくさん持ってるんだ。メンバーみんなとおかしいからの一言に尽きる。だからほぼ無限にお金を貸してくれるから宝具買い漁れる。主人公は引退したいなら自分を強く見せる行動はやめた方がいいんじゃないか。クライはアホなのでまともな思考を求めても無駄なんだ。弱いのに格好つけるのもそういう悪癖としか言いようがない。クライの適当な他人任せでいろんな人に無茶振りしまくってるのが分かりやすくなっててよかったな。無理なく説明挟まってて構成うまいわ。他の勘違い系と違うのは本当に主人公何もやろうとしないし、何も持ってないとこだよな。嘆きの亡霊は引退したい。第2話視聴させていただきました。1話は正直あんまり乗れてなかったんですが、2話でめきめき面白さが分かるようになってきました。なるほど、勘違い系で主人公が持ち上げられていく方向性ですね。こういうのはめっちゃ好みです。まあいわゆるクズな主人公でもあるわけですが、危険だと分かると助けに行くぐらいの心意気は持ち合わせてるので、あんまり不快にもなりませんし、それよりも周りのパーティーどもがヤバすぎるわ。バカっぽく見えて面倒なのをクランに押し付けてるだけなのか。っていうかこのパーティーたちの現在はいつ出てくるんですかね。今こいつら何やってんの。説明見逃してたらすいません。ガキの頃から全身武装していたやつの現在の変わりようが面白すぎるんで、早いとこ出てきてほしいです。あとティノちゃんがめちゃくちゃ可愛いな。ぶっちゃけ今期ナンバーワンヒロインって言っちゃっても良いのでは。劇中でもマスターの良さを知らないの人生の9割損してるみたいなこと言ってましたが、このアニメの9割はティノちゃんでできています。なぜかアイスにこだわりがあるのも可愛い。アイスでリンクエンディングも、ティノちゃんの細かい動きがめっちゃいいですよね。それでいて英知なアングルにもこだわっていく姿勢は拍手を送らざるを得ない。ライザに匹敵するムチムチ太ももたまんねえ。このアングルの謎のこだわりは間違いなく畑岡スタッフがいるでしょうね。いいぞもっとやれ。ティノちゃんだけでなく秘書のメガネの人もドアップドスケベフェチケツアングルが素晴らしかったです。こういうの毎週入れてくるならそれだけで見れる。オープニングの入り方も毎回癖になるし、今回のあらすじもサブタイトルも全てオープニングに入れる構成もなんかツボだし、2話でかなり面白さがアップしたアニメです。下手なシリアスとかもあんまりないみたいなんで、気軽に見れるアニメとして楽しみになってきました。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。